はい、どうも、はじめまして。スタンドバイシネマチャンネルの塚原奈子です。よろしくお願いします。はい。このチャンネルですね、新旧問わずいろんな映画の感想や考察を行いながら、時折ゲストさんをお招きして、いろんな企画に挑戦していこうという映画チャンネルでございます。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回の動画はこちらでございます。じゃじゃん。新仮面ライダーチップス開封動画、イエーイ。じゃあ来ました、小買い大人買いでございます。はい、というわけで先ほどですね、ようやく新仮面ライダーの公開日が発表されました。もうずっとね、3月公開しか言われてなかったんですけども、なんとね、3月18日公開、土曜日ですね、前日の17日に最速上映があるということで、あと1ヶ月ちょっとでございますよ。いやー楽しみですね、ようやくですね。というわけで今回はその映画の内容にね、考察とかはまず一回置いといて、こちらでございますよね。仮面、新仮面ライダーチップス、全然まずこれ売ってなくてね、コンビニとかにね、もう僕の周りでは売ってなくて、でね、このカルビーのね、ホームページでね、箱ごと販売とかしたんですけども、サバ落ちしちゃって買えない買えない、もう全く買えなくて、新仮面ライダースナックってあったんですけども、それはね、販売中止になったりとかね、もう紆余曲折あったこのね、チップスでございますが、これをね、なんとか僕手に入れました。大人の力で箱ごと手に入れましたので、まあ Amazon で買っただけですけども、これが24袋入りなんですよ。で、1枚につきカードが2枚入ってて、48種類のカードってことなので、でそもそもこの段ボール1箱で全カード揃いませんよって書いてあるんですけども、さあ一体この1箱でどれだけ揃うのか、そしてこの中にそのね、ラッキーカードってのが1枚あって48種類の中にね、そのラッキーカード当たると、新仮面ライダーのアルバム、そのチップスのカードを入れるアルバムが当たるってことで、それを一撃で当てようという企画でございます。というわけでね、もうね、そのもうごたごた言ってるのでバンバン行きましょう。いやー楽しみでございますね。ちょっと開きますね。もうすぐ開いてないんで開きます。いやーこれをね、もう不正なしでございます。こんなんね、ノーカットでお送りしますよ。もうほんと。ちょっと早送りする可能性がございますが。というわけで、はい、開けました。はい、というわけで入っております。ね、これでね、当分のね、食事には困りません。はい、というわけでございます。はい、というわけで、ついてます、カードがね、これ。これをね、つけて、あ、うわ、もうこれ、ちょっと開いちゃいましたけど。というわけで、いきますよ、皆さん。どれだけ揃うのか、それラッキーカード当たるのか、いきます。じゃ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 ーん。こういう感じでね、揃って、こういう感じでね、入ってます。まずね、6番と22番、当たりました。はいはいはい。バンバンいきます。バンバンいきます。残念。今回ね、48枚中ダブった枚数はなんと13枚でございました。結構ダブっとるやないかい。結構48枚中13枚、結構ダブっとるやな、マジ本当。まあね、実際こんなもんってことございますよ。一箱買ってね、13枚ダブったという結果でございました。そしてラッキーカードは残念ながら当たりませんでした。残念。これからね、なかなかね、コンビで売ってることももしかしたら少ないかもしれませんが、もしあった際はね、ぜひとも買っていこうと思いますし、もし箱買いしてね、する方がいたらね、参考になればいいかなっていう感じでございます。いやー、というわけでございました。まあね、この辺のね、裏の情報とかはね、またまとめて精査してね、またこまめに出していこうかなと思ってますんで。はい、というわけで今回はね、新仮面ライダーチップスの開封動画でございました。いやー悔しいなー、悔しいですわ、ほんと。まあでもね、まあね、浜辺美奈ちゃん可愛いからいいでしょう。はい、またね、こうやっていろんな企画に挑戦しておりますんで、よかったらチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということでありがとうございました。楽しみですね、公開。さあ、僕は公開までにこれを全部食べきれるのか。ありがとうございました。懐かしい味、美味しい。